つ面白い思考実験をしてみようか。君の目の前にいる私は実は心を持たないゾンビなんだ。こうして話しているのも表情があるのも心があるからじゃなくて単にその脳内でプログラムされているだけ。それで君は私に心があるということを証明できる。つまり